サンフアンはフィリピンの南イロコス州にある第4級町である。旧称はラポック。2007年版の国勢調査によると人口23,808人で世帯数は4,866個。サンフアンは南イロコス州におけるブリア市の最大産地である。そのためブリア市の州都とも呼ばれている。初期の入植者と先住民は一体に ラポラポと呼ばれる背の高い草が生い茂っていたことに、ちなんで縮めてラポとこの地を呼んでいた。1772年に最初の指導者であるドントマス・アキノによって、現在のサンフアンの起源となる町が組織された。この時から町名をラポックと呼ぶようになった。ラポックとは、現地語で考えのされていない土地を意味するラプラポックに由来する。その後、 189年間にわたってラポックが正式の地名として記録されてきた。1874年にベザン道が開通した。ラポックの町は様々な薬病などによる打撃を受けてきた。例えば1808年と1818 18から1819年には天然痘が流行した。1903年には郊外に見舞われたほか、1905年には アラバスと呼ばれるイモムシの大発生により、稲作が壊滅的打撃を受けた。米非戦争中の1903年には、アメリカ人により町のホールが破壊された。こうした数々の災害を乗り越えて、町は繁栄を築き上げた。1961年6月18日に至って、フィリピン共和国法律第3386号が成立し、ラボックは、洗礼者、 ヨハネのスペイン語名にちなんだサンフアンへと解明された。この解明は住民の多くが先例者ヨハネの加護により平和と幸福と富がもたらされると信じたことによる。近年の人口推移は1995年の国勢調査で21,222人、2000年の調査では23,146人となっている。サンフアンには 開業制区画として32個のバランガイが属している。フィリピンの国勢調査2007年版ラポックからサンフアンへの透明改正に関する法律フィリピンの国勢調査1995年版フィリピンの国勢調査2000年版ありがとうございます。